プラネタリウム、プラネタリウムは、投影機から発した光を、ドーム状の天井の内側に設置された、曲面スクリーンに映し出すことで星の像を及びその、運動を再現する設備あるいは施設を指す。プラネタリウム、プラネタリウム、天章儀とも言う。プラネト略すこともある。惑星に由来する言葉であるが、惑星のみならず、恒星を含む、星空全体と、 その運動を再現する。また、地球上の任意の場所、時代の星空を投影したり、局面スクリーンに投影されることを前提に、撮影された映画を上映したりするなど、様々な機能を持つ。公的な機関が天文台、あるいは科学館や博物館に併地する例がしばしば見られるが、民間企業が集客の目玉として、商業施設に設置する例もある。アルキメデスは、 太陽、かつ惑星の運行を再現する装置を所持していたとされる。キケロの著作によれば、紀元前一世紀にギリシャの哲学者、ポセイドニオスがアンティキテラ等の機械として、現知られている機械を製作したと記述されている。この機械は、太陽と月、その当時知られていた、水星、金星、地球、火星、木星、土星の惑星運行を再現するものであったらしい。 1901年にからアンティキティラ等の機械が発見されたことにより、そのような天体の運行を再現する装置は、紀元前にすでに存在していたことが実証された。ヨハンニス・カンパヌス、1220から1296は、ティーリツェ・プラナタラム、太陽系儀を建設した。1348年から1364年にかけて、時計師のジョバンニデ・ドンディは、 アストラリウムを制作した。近代的な太陽経気は1704年に時計師のジョージ・グラハムとトーマス・トンピョンによって作られた。グラハムは自らのパトロンだったアイルランドの,の名を取ってこの太陽経気をオーラリーと名付けた。以降、英語圏では太陽経気のことをオーリー、オーラリーと呼ぶようになる。18世紀において小型のオーラリーは迫力を欠いていた。 18世紀末には複数の教育者たちが大型の展開を再現する装置を作った。アダム・ウォーカー1730から1821と彼の息子たちが制作したエラボレートマシーンは全高12フィート27インチ系のもので垂直に立てられていて球体は巨大で目立っていた。その装置は説法に用いられた。現存する最後の作動する。 惑星文講義は、オランダのフラネカーに見ることができる。アイゼ・アイジンガー、1744から1828によって、彼の居室に7年の歳月をかけて制作され、1781年に、完成した。日本では、江戸時代末期の1851年に、田中久しによって上部に、天章儀を備えた万年寺名章が制作された。 このような機械仕掛けで天体の運行を再現する惑星運行儀は日本では一部の博物館に展示されている程度である。デアゴスティーニ・ジャパンから2009年1月13日から2011年1月6日に掛け通算103巻の週刊天体模型太陽系を作るが観光されている。世界初の近代的なプラネタリウムは1923年 ハイデルベルクのバーデン天文台の主任研究員であったマックス・ボルフとドイツ博物館のオスカル・フォン・ミラーが天体運行の再現による説明を行うためにイエーナのカール・ツァイス社に依頼しツァイス社の技師であったバルターバ・バウアースフェルトによって発明されたものである。ツァイスアガ型と名付けられたこの投影機は北天用の1個の構成球と惑星棚を備え約4500個。 おおよそ六等星までの投影を行うことができた。構成現板の採用や修行レンズを使用してドーム内に製造を投影するという現在の光学式レンズ式プラネタリウムの基本的原理はこの時点でほぼ完成している。この投影機はドイツ博物館に収蔵されている。日本で最初に設置されたプラネタリウムは1937年に 大阪市立電気科学館、後の大阪市立科学館に設置されたカール・ザイスイエーナ社製、ザイスイ、e、型である。これはアジアで最初に設置されたプラネタリウムでもあった。同家が1938年に有楽町の東日天文館に設置されたが、1945年に戦災で消失した。戦後、1957年には東京、渋谷に、 天文博物館後藤プラネタリウムが、1960年には兵庫県明石市に、明石市立天文科学館が、1962年には名古屋市に、名古屋市科学館が開館した。日本国産として最初に開発されたプラネタリウムは、1958年に、千代田工学製工株式会社、後の小二上のルタが、市政の発明家、 信岡製店が開発したプラネタリウムを甲子園阪神パークで開催さた爆学博に出展。この投影機はそのまま常設され、その後福岡、広島などにも設置されていった。一方、後藤工学研究所は1959年に製作した MI 型投影機、当時の価格で約800万円である。この投影機は静岡県清水市。 後の静岡市清水区の富士館センターや東京、浅草公園6区の新世界路などに設置され、うち1台は1960年ニューヨークの国際見本市に出品、見本市終了後にコネチカット州のブリッジボート博物館へ販売され、1962年に一般公開された。現在、後藤工学研究所とコニカミノルタプラネタリウムは、 二社を合わせて、世界のプラネタリウムの半数近いシェアを抱える、トップメーカーとなっている。また、大平隆之が個人で制作し、1998年に、ロンドンで、初公開された、メガスターは、従来比100倍に相当する投影構成数150万個を、再現し、世界のプラネタリウム専門家を驚かせた。その後、本人により設立された太平義剣によって、 開発、運用されているメガスター E は、構成投影数約500万個、12.5等、星までに拡張され、日本科学未来館や川崎市青少年科学館などに設置さて話題となった。さらに2008年6月、シカゴで行われた IPS 国際プラネタリウム協会大会で、初めて発表されたスーパーメガスター E は約2200万個、 13等星までの構成を投影することが可である。2012年7月7日に投影を開始した東京の多摩六都科学館のプラネタリウム五島工学研究所制直径27.5メートルは世界最多の1億4000000個の構成を投影する。2006年現在、プラネタリウムを最も多く保有している国はアメリカで約1200機、 その次に日本の約300機が続いている。投影用のドームとしては2011年3月に名古屋市科学館に新設された直径35メートルのものが世界最大である。名称はブラザーアース、ブラザー工業がネーミングライツを獲得。主に季節ごとの星空を星空にまつわる話を交えて投影することが多い。 投影機で星を投影する以外にも OHP やスライドプロジェクターなどを利用してドーム内に絵を映し出すなど話の進め方にも様々な工夫を凝らしている。また流星群や日食、水星の接近などの天文イベントがある場合はそれらの話題も加わることが多い。施設によってはアニメーションの上映や CD や生演奏での演奏会といった天文学習ではない。 癒しを目的としたイベント、実際の天体観測とリンクしたイベントなど、投影の仕方も多彩になっている。投影される内容は番組と呼ばれ、プラネタリウム番組専門の制作、供給会社が制作したものの他に、各施設の職員が投影する番組を自ら作成するお手製組がある。投影方法自体も、 あらかじめプログラムした内容で、投影機を自動で作動させ、自動的に投影する方法、俗にオート番組と呼ばれると、オペレーターがその場で解説を行い、それに合わせて、投影機も手動、もしくは半自動で操作するという投影方法、俗に生番組と呼ばれる、あるいは、両者の組み合わせなど、各施設で特色のある内容となっている。電球の光を使って、 製造投影する光学式、ビデオプロジェクターを使って、ドーム全面に映像を投影するデジタル式、その両方を取り入れたハイブリッド式に大まかに分類される。構成球と呼ばれる球形、または半球形の構成投影機の中心に光源となる電球、主にハロゲンランプやメタルハライドランプが用いられるが、近年では、 白色の高輝度 LED も用いられるを設置し、その光を、光星の光に見立てて、ドーム内に投影する方式。光星球の構造により、ピンホール式とレンズ式に対別される。また形状により、移動軸を中心に光星球が、北半球用と、南半球用とそれぞれ独して存在する二球式と、北半球用、南半球用の光星球を合わせて一つの球形。 またはほぼ休憩とした一級式に対別される。二級式はさらに、主に、カール・ザイスやコニカミノルタプラネタリムが採用する、井戸軸を中心として、井戸軸惑星投影機群、惑星棚と呼ぶ構成球という順で構成される。サイス型と、主に、後藤工学研究所が採用する、井戸軸構成球惑星棚という順で構成される。モリソン型とに区別される。なお、 後藤工学研究所の GSSI 及び GSSE は惑星投影機群が独立して設置されているが惑星棚を廃止したモリソン型である。近年では大型の二級式投影機は投影機本体により観客の視野が遮られてしまうことから減少傾向にある。工学式における天体の運動は日周運動、方位、移動、 再差の四軸で制御される。ただし、再差軸は一級式の場合省略されることがある。再差軸を省略した場合は、再差によって天の北極、南極が移動した場合の日周運動を仮想軸を使って再現する。また、地平線下に構成が投影されないように、首都駅には構成シャッターが設けられている。構成シャッターは重力式と在制御式の2種類あるが、 ドームが水平式の場合は、重力式、傾斜式の場合は、在制御式を用いるドームの形式について講述。また、主投影基本体には、構成シャッターを設けず、構成球を、すだれ形シャッターで覆う方式を、コニカミノルタプラネタリウムが採用している。デジタル式では、ドームの全面、または一部を一台、または、複数のビデオプロジェクターを使って、映像を投影する。 一台のプロジェクターを使用する場合は、魚眼レンズを使うことが多いが、解像度及び、輝度の点で満足できないことが多い。最初のデジタル式プラネタリウムと言えるのは、アメリカのエバンズサザーランド、エバンズサザーランドが開発したデジスター、デジスター R。これは、魚眼レンズを用いる方式であった。なお、デジスターは白黒で、ベクトル式描画である。その後、 ご藤工学研究所により、複数のビデオプロジェクターを組み合わせて、ドームに投影する方を採用したバッチリアム、バーチャリウムが、開発、商品化される。バッチリアムは、カラーで、ラスター式の描画である。バッチリアムに続いて、同様の方式に基づいた、エヴァンズサザーランドのストライダー、その後ディジェスター3に続く、アメリカスカイスキャン、スカイ、スキャンインク、のスコヨービジアン。 その後デジタルスキー2に続くスピッツのジギ止めカールザイスのアドリップなどが開発された。また小規模ドーム用に魚眼レンズを用いて投影するミダクロブがコニカミノルタプラネタリウムによって販売されていい。デジタル式プラネタリウムはコンピュータグラフィックスなどを使って自由に映像を展開できる点でプラネタリウム番組の表現力が大幅にアップするメリットがある。 その反面、プロジェクターの進歩こそあるものの、構成の輝き方や宇宙の暗黒部の再現といった部分は現在でも、工学式には遠く及ばない。アメリカではデジタル式が流行しているが、光学式に対する根強い支持もある。光学式投影機とデジタル式投影機を両方設置し、投影する番組の内容に応じて、それぞれの投影機を別々にも同時にも、 使用可能としたシステムを指す。工学式の精緻な製造とデジタル式の自在な映像という双方の利点を合わせ持ち、より臨場感あふれる番組制作及び投影が可能となる反面、複数の投影機が必要となることから、イニシャルコストの面でどうしても割高になってしまう欠点もある。また、投影機を複数台稼働させることに伴う操作系の複雑化やシステムの特色を 最大限に生かした番組を制作しようとする場合、番組制作にかかる時間的コストや人的コストも無視することはできない。ハイブリッド式投影機に用いられる機材、工学式投影機とデジタル式投影機は、ほとんどの場合同一のメーカーで揃えることが多く、投影機メーカーもこうした運用に対応した機材を、各種ラインプしている、後藤工学研究所のちろん、 コニカミノルタプラネタリウムのゼミニスター、カールザイスのウナバーセリアムなどが導入する側の意図により、光学式投影機とデジタル式投影機が異なるメーカーになることもある。例えば、大阪市立科学館では、光学式投影機はコニカミノルタ製、デジタル式は、後藤光学製を採用し、名古屋市科学館では、光学式はカールザイス製、デジタル式は、 るであるこのように導入時や運用時におけるコストなどの問題はあるものの多彩な投影と柔軟な運用が可能であることからハイブリッド式投影機の需要は高く現在施設の新規建設改築や既存機材の老朽化に伴う投影機の更新や入れ替えの際にハイブリッド式投影機を導入する施設は増加しているなお ハイブリッドプラネタリウムという故障で呼ばれることもあるが、この故障は、後藤工学研究所の登録商標である。ドームの形状としては、大きく水平式と傾斜式に分けられる。水平式は、実際に空を見上げたようにお椀型のドームを、被せたような形状で、実際に、野外で星空を眺める行為により近く、直感的である。水平式の場合は座席を、 投影機を中心とした同心園場に配置することが多かったが、解説映像を見せながら進行する番組が増えてきた影響で特定の方向を向くように並べる方式も採用されている。一方、傾斜式はドームを5から30度ほど傾け、座席を1方向に向けて海岸上に配置する方法である。この方式のメリットは、どの座席に座っても、 比較的プラネタリウムの投影像を見やすいことである。ただし、IMAX などの全編集映像が同時に導入される機会が増えたこととも無関係ではない。このような構造を採用した施設を宇宙劇場、スペースシアターと呼ぶことがある。なお、体育館のような広い屋内の空間に設置して映写できる移動可能な簡易型のものとして、エアドーム式の投影ドームがある。 名家とは独立している制作者を以下に示す。天文雑誌や科学雑誌を編集している出版社などからも厚紙製のプラネタリウムが工作用に出版されている。これはピンホール型の製品であり、厚紙を切り抜き、針で穴を開け、組み立てる。なお、中心部に豆電球を取り付けることで簡単に組み立てることが可能である。また、 学校教育用に開発された製品の中には、投影用の小さなドームを含むものもある。これは、理科資料室などへ移動して、簡単にしまうことができるため、一時期数多くの学校などに置いてあった製品でも、ある。2009年は、世界天文年2009で各地の公開天文台や、プラネタリウムで関連イベントが開催された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。